まあ、打ち消し呪文もありますね。しっかり場に出させないように。いよいよ準決勝が開始となります。まずは岡井さんの先手からスタートしました。サルエキ拠点からとどめ使い、ここには即除去が飛んできます。ちょっとね、土地が若干不安がありそうですからね、うん、霊気拠点山っていうことは緑マナは少なくともない。そっか、しかしここでつむじ風、さあそしても一瞬でトークンを出して攻めていきます、うん。まあ、こうやって攻撃していって、対戦相手をもうタップアウトしなきゃいけないような状態を作り出して、ハイドラだったりチャンドラあたりを通せれば、うん。さあ、ただちょっと色がね、色マナが、うん、松本さんがともう悠々とドロー呪文を打てるような状態は避けたいので、うん、岡井さんは意を決して、さあもうここには即剣士と、うん、今出したのと同時ぐらいの速度で、そうですね、もう4マナのカードを打ち取れるなら、うんうん。エネルギーデュエマのカードに見えますね。そうですね、何のカードですかね。さあここで緑マナ到着したんですが、ちょっとプレッシャーが途切れる形になりました、うん。3点クロックはあるんですが、ここで打ち込みし、悩ましい4枚でしたが、作白ですかね、うん。まあ、現状つむじ風さえ対処してもらえばクロックは大したことないと、うんうんうん。で、手札にはプルフロームエターニティ、じゃあプルフロームトゥモローがあるので、なんとかそこまで時間を稼ぎたい、うん。さあ岡井さんはここで待ったおかげだということは、チクレイを X0 で打ってトークンを出すとかそれぐらいですか。手札1枚はチクレイでしょうね。さあ1個使ってチャンドラ、さあしかしこれが通ってしまうか、うん。しっかり1マナ残してくると、プラス1の能力を使ってタイエンド、さあ松本さんとしてはやはりプレインズウォーカーは苦しい、対処法がかなり限られているので、うん。特にもう、中性度が6を超えてしまうと破滅の時でも落ちないんで、ニコルボーラスで7点とか豪快な方法しかなくなってしまうので、うん、ちょっと対処法はかなり少ないですね、もう。さあマナを出してグローリーブリンガー、ここはカウンター。選手の場にはこの2トークン1体だけなんですが、このチャンドラがかなりプレッシャーを松本選手に与えているという状況ですね、うん。さあ森を確保しつつ、さあここでチャンドラが奥義手前まで行ってしまうので、 A さんとしては最低でも不許可ぐらいは引きたいですね。奥義をされても大丈夫なように、できればニコルボーラスぐらい直接的な対処法が欲しいところですが、さあ本体 2.8、
さあ岡井さんはどうですかね、機械巨人とかミシュラを意識して殴るかどうかを考えてる感じですかね。さあここでエンドしました。そしてここで松本さんは必殺の X が5ですかね。新たな天才のひらめきと言われている。さあニコルも不許可も破滅の時もありますが、うん、黒マナがないですね現状。だからニコルはちょっと出せない、うん、ただ不許可は手に入れたんで最終奥義は一応もし使ってくるようなことがあったらあっても止められると、うん、さあここはお互いどうするか。一旦パスしました。はい、基本的に神挑戦者決定戦は、デッキリスト非公開の状態で、進行しております。お互いに、デッキリストは非公開見ていない状態で、進行していると形になります。デッキリストに関しては決勝戦開始時に、ウェブ上に公開される予定ですので、もうしばらくお待ちください。黒マナーはけどかなり少ないですね。5枚とかだった気がします、うん、5枚ですかね多分。さっき見た感じは5枚だったよね。7枚さあ、ここは岡井さんも、警戒して奥義は使いませんでした、うんうん、さあ、この天才の片鱗で一番引き込みたいカード、ここではどうですか。今、霊気拠点はあった気がしましたが、まあ、1回破滅の時そうですね、うん、この感じだと。お、黒マナも引けました。あ、霊拠点持ってる、うん、1点減しつつ、ここで破滅の時これでチャンドラの中性値が3なりました、うん、またこのターンもミシュラも考えると結構痛いですけどね、うん、さあこれは本体にダメージを選んで残りが7、うん、ミシュラが成功すれば残り4までいきますね、うん。A さんはただ不許可を使うつもりなんでしょうか。手前には持ってきてますが、うん、食らいました。残りが4、うん、これを通しましたね。さあ2枚目のミシュラランドが今追加されてきましたが、あともう一発天才の片鱗。さあしかしもう展開的には A さんとしてはもうライフ以外は何も問題がない状態なので、このターン一応不許可を構えつつニコルボーラスも出せる、うん、ただ岡井さんがセットランドするとミシュラが2回起動できるんで、ニコルが落ちてしまうので多分悩んでるんだと思うんですが、うん、A さんフィニッシャーは、ニコル2枚とミシュラだけかだけ。あ、チャンドラもあります。6マナのチャンドラも入ってます。さあ行きました。さあニコルボーラスが登場と、トップを取りに行きました、うん、
まあ、外れのカードが6枚ぐらいはわーっとこれは外れですね、うん、まあ、手札、もう1枚の青々 X ドローもあるんで、うん、今のターンは我慢してチャンドラに7点打って、不強化で1回消してみて、それでも相手がセットランドして起動してくるようだったらニコラ死ぬけど時間を稼いでっていう方が良さそうでしたけど、次からはこっちのミシュラで相手のミシュラが止まるんでライフ4で止まってる分にはまだ、さあ残りが2、うん、そうですね、チャンドラ殺した方が良さそうでしたが、さあこれ土地があるとあるのか、さあ土地はなさそうですね、あつむじ風の巨匠、いやしかしこれは追加するクリーチャーとしてはかなり最高ですね、うん、対処法がまた限られてるカードなので、松本さんとしては何かしらブロッカーかアタッカーを確保できるとよかったんですけど、外れが6枚ぐらいはまだ入ってて、もうちょっと入ったか10枚ぐらい、ランパンも含めて、竹霊稲妻、作伯、霊気との調和は外れだったんで、いや A さんはかなりきついですね、ここは追加されたのはつむじ風っていうのはまた厳しいですね、うん、ミシュラ1匹は止められるんですけど、で破滅の時デッキ2枚しか入ってないんですけど、1枚目確か戦術で下に送ってるんでもう引けないんですよね絶対に、うん、確かライブラリの下にあるはずです、まあ、なのでこの状況ひっくり返すのは相当難しいと思います、うん、確か最初の4枚見た中に破滅の時があって下に送ってるんで、さあトップをもう1回、これは何か特定のカードを狙っているんですかね、うん、つむじ風ですかね、つむじ風の巨匠だったら、うんうん、森の大賢者ということで、準決勝1本目は岡井選手の勝利となりました。あのニコル出したターンが難しかったですね、うん、あそこでチャンダラ殺して、ミシュラーを不許可しての方が、まあ、パッと見やすそうでしたけど、さあというわけで、準決勝いよいよ2本目がスタートになります。松本選手の先手でスタートになります。さあ松本選手一見して手札が青い、さあ両者マリガンなしでスタートです。さあ逆にコントロール側は結構サイドボード難しくて、うん、まあ、メインボードでもそんなにめちゃくちゃ有利ではない上に相手の方がネゲートっていうキラーカードが入ってくるんで、まあ、どちらかというとちょっとコントロール側の方がサイドがやりづらくなって、サイド後は結構、払拭がサイドになったらコントロール側入れた方がいいかなと最近やってて思いますが、もうとにかくネゲートを巡る攻防が全てなので、ならずもの生成屋は検閲と。松本さんのようなデッキタイプですと、やはり先行後攻でもこのカウンターの価値というのはかなり変わってきますよね、はい、うん、どうですかね、まあ、3マナ4マナの体も強いんで、まあ、そこまで大きくは、その赤タンみたいに、まあ、その先手後手で大きく変わるようだったらなかなかデッキがアーキタイプ自体が成立しないんで、なるほどなるほど、ありがとうございます。さあ2体目の生成屋もカウンター、さあここから松本さんドローに移りたいんですが、岡井さんがその余裕を与えてくれるか、まだ A さん手札的にはもうドローしかないんで見守るしかできないんですが、なのでこのターンの岡井さんのアクションはうわー強烈平和だといいなと願ってたはずなんですが、ここで生命の力2差、もう平和とは程遠い地獄のようなものがすごい泣きましたね。さあこれはすぐに回答が必要です、うん、なんといっても一旦見逃すともう破滅の時で死ななくなってしまうので、うん、さあそして今のところ手札にはないか、
これはかなり強烈ですね。あ、ほんまや、すいません、もうすでに6か、うん、あ、それをじゃあ意図しての採用もあるかもしれないです、うん、破滅の時も効かないカードというのもあって、うん、A さん、じゃあもう本当に回答はめちゃくちゃ限られてますね、うん、やはりニコルさんは7点が一番。次のターンで、まあ、一応副科を考えなければ奥義も受けてしまうと。ここには即除去を飛ばします。さあ、ただしっかり2マナは起きている、うん、こうなった時にちょっとやっぱコントロールどうしても逆転の一手が大振りなんで払拭以外だとちょっと返しづらいんですよね、うんうん、さあ、そして4点パンチ、5点、5点か、失礼しました、とんでもないです、5点、失礼しました。お、王神様の姿はありましたが、うん、もう一枚が何か両方引きそうですが、さあ、王神様だけ引きました、うん、さあ、ここはニコロボラス、お、通りました、なんと、なんとか、もうこれ、この場面ではもう唯一の回答ですね。そうですね、ギリギリでしたね、うん、中世の7のところでちょうど出せたんで。さあ、返しが気になるところですが、さあ、2体目のつむじ風の巨匠、さあ、しかしこうなるとニコルはさすがに応心、うん、ちょっとニコルボーラスのカード数出せますかね。ちょっと能力いっぱいあるので確認してみましょう。能力本当にいっぱいありますからね、うん、わけわからんぐらいあるんで。さあ、手札が3枚。おー、ちょっと頭抱えてますが、ジョン・フィンケルみたいなポーズでしたけど。そうですね。さあ、もうどの能力を見ても強烈と、このニコロボーラスですが、さあ、しかし A さんは再びのトライ、うん、取らせてくれ、さっきは外れました、お、今回はホームラン、ホームランですか。これはもう場外、場外ホームラン。確かにこれは今一番嬉しいですね。まだ岡井さん一応チクレア持ってるんですけど、多分これ A さんをカウンターして場外ホームラン持ってく、うん、まずは四股の石から、さあ、特例してA フィンケルってコメントありますけど。A フィンケル、さあ、巨匠庫で除去と。さあ、もう手札にも、青々 X もあって、うん、岡井さんは現状クロックがないんで、ここでグローリーブリンガーが出ると一応ニコルは倒せそうですが、うんうん、ちょっとそれぐらいしないとニコルが殺せないととにかくきついですね、さすが王神、伊達じゃない。さあ、そして、あ、でも3体目のつむじ風の巨匠、嬉しいですね。さあ、特例がどうですかね、ドローはさすがに打たなそうですが、アンタップして、さあ、また取りに行きます。さあ、不屈の追跡者、これもまあ大当たりですね、大当たり、大当たり、3塁打ぐらいあります。もう A さんのデッキがティムールみたいになってきましたね。そうですね。なんかクリーチャーで。環境初期にティムールにボーラスタッチしたデッキがあったんですけど、それみたいになってきましたね、うん、そうですね。本当にこう見るとコントロールデッキの場に出ても全くおかしくないぐらいクリーチャーの質が本当に高いですね。まあ、そうですね、コントロールのサイドボードとかでよく見ますからね、うん、あいつらも。さあ、そこ、そ
ここでアセアのバスからの引き寄せ、さあそして通ってしまいました。うーん、もう松本さん今絶対気持ちいいでしょうねこんなにカードが引けて幸せの極みでしょう、ね、手がかりもゲス下げてドローと。ニコルが死ぬ気配もないっていうのがもう安心ですよね。そして今からまたドラゴンブレスが、さあそろそろミシュラも起動してライフを詰めに行こうという感じの動きですが、さあ3体でアタック、さあここで岡井選手が投了ということで準決勝、2本目は松本裕樹選手が勝利しました。勝負は3本目に移ります。いや惜しかったですね、あそこのニコルのターンにネゲートがあると逆転も許さない感じだったんですけど、ギリギリニコルが間に合って、しかしニッサも素晴らしい働きをしましたね。そうですね、惜しかったです本当に。もう1ターンでしたけど、プレッシャーとしては本当にすごいですよね。最上級でしたね、確かに A3 連戦になると公平になるんですかね公平といえば公平、公平では公平ですが、さあそれにはまずこのサンダーズ戦挑戦決定戦で優勝する必要があるとですね。さあどちらも7枚キープして、森の大原社から、そうです、岡井さんのリストはこの森の大原社が入っているのはかなり珍しい、やはり赤タンを意識しての採用なのかもしれませんが、さあそしてキャッチしたい、これやはり非常にいい壁になりますね。そうですね、あいつらも止まるんで、序盤を悠々とやりくりして、しかも殴りづらいですね、2-2とか3-2-2体とかで殴りづらいので、さあそして、まあ、注目なのはやはりこの4ターン目ぐらいからですね、ハイドラチャンドラあたりをどう処理していくか。まだ岡井さんも展開の仕方は気になりますね、さあ殴ると2点は通るんですが、対戦相手エネルギーを与えることになるので、さあそれでも行きました、意を決してアタック、そして二坂君、さあ地道に戦力を増してはいきますが、ちょっとインパクトにはかける展開ですね、ダメージが全く通らないんで、さあこの隙に天才の片鱗が、これは否認と、松本選手手札にはチクレイナズマも2枚ある、チクレイ作白ですかね、チクレイ作白、チクレイ作白、検閲ですかね、検閲ニコルですね、なんとか大きくプレッシャーをかけたい岡井選手です。岡井選手これもう見た目以上にかなりアタックしづらい場ってことですよね、今もうエネルギー2個ですからね、殴ると絶対ワンドロー上げちゃうんで、まあ、それでも行かなきゃダメですけどね、もう、ぼーっとしてると負けてしまうので、さあエネルギーが増えてワンドローできるようになりつつ、本体には5点のダメージ、そことかキャストせずにここでドロー、2枚目の除去を引いたかな、
まずはサクアク。さあ順調に年を伸ばしていきます松本選手、うん、岡井さんさっき結構悩まずに否認打ってたんで、うん、否認もう一枚はありそうですけどね、うんうんうん、手札もかなり多くて受験も打ってないんで、うん、まあ、手札に溜まるカードといったら土地か。さあそしてハイドラ否認が見えましたね。こいつは、ね、キーカードですからね、うん、さあさすがにスタックでドロー、うん、そして通りそうです、うん、これが通ったことによってかなり状況変わってきましたね。そうですね、これはもうあいつの霊気泥棒にも負けない、うん、凄まじいプレッシャーをプレッシャーになるので、うん、さあそして松本さんは黒マナもない。選手エネルギーはこれで7、まあ、ライフが5の倍数なんで4点ずつじゃなくて5点ずつ、うんうんうん、ガンガンプレッシャーをかけていきます、うん、そして否認も岡井選手構えていると形ですが、これはもう岡井選手かなり鉄板ですね、うん、もう盤石になりつつある。ミシュラが2枚。さあ全部いきました。さあとりあえずはまずはハイドラでミシュラに勝てるまでは大きくして、うん、そしてタフネそこまで上げると、うん、で本体に5点でハイドラのパワーが両方5を超えてる、うん、まあ、岡井さんとしてはもう破滅の時で1体でも残ればいいんで、うん、松本さんミシュラを差し出して、ハイドラハイドラを止めて、うん、ドローを打ちつつ、うん、最後の抵抗、うん、なのでここも、もう一体のハイドラを守るようにエネルギーを使って、エネルギーがこれ以上たまらなかった場合破滅の時で一気に逆転もあり得るので、うんうん、岡井さんも最後の詰めを慎重に、うん、さあ一瞬否認しかけましたが、この悩み方はもう追加はなさそうに見えますが、うん、まだあるのか。さあここはやはり否認、ちょっと今もう一枚否認が見えたような気もするんですが、どうでしょう。さあそしてミシュラ、うん、チャンドラ引いたんですが、さあここでさあ投了ということで、決勝進出したのは岡井俊樹選手でした。おめでとうございます。